スペルデルフィンは、日本の覆面レスラー、大阪府泉市議会議員。本名、脇田洋人。妻は、タレントの早坂義恵ウルティモドラゴン、ザグレート、サスケと並び、ジャパニーズルチャの立役者の一人。プロレス入り前には三歩を経験している。父親は、土地家屋調査士で、若い頃、父の測量現場の仕事なども手伝っていた。 デビュー戦は、1989年3月19日、オランダのアムステルダムのエーデンホールにおける、タイブルドッグ KT。その後、タケシプロレス軍団、FMW を経て、ユニバーサルプロレスリングに参加。FMW 所属時代、日本国外の試合に出るため乗った、飛行機が、エアポケットに入って、強い揺れに見舞われて、散々の目にあって、以来、 大の飛行機嫌いとなる。ユニバーサル時代の初期には、前座として、モンキーマジック、脇田の、リングネームで、マサ・ミチノクと組み、ブルドッグ・ケーティークーリー・精霊師と、主に対戦。その後、マサ・ミチノクと共に、メキシコに渡った。メキシコで、漫画、ザ・モモタロウをモチーフにした覆面レスラー、モモタロウなる覆面レスラーとなり、スコルピオ・ジュニアや、 アンヘルモルタルラと共にルードとして活躍する。なお、このマスクは帰国後に著作権の関係もあり、使用できなくなったが、当作品の原作者である庭の誠は、桃太郎という名前のレスラーが実現したことを、喜んでおり、その胸のコメントと自身のイラスト入りのハガキを、週刊プロレスに投稿し、同詞読者欄に掲載された。1991年。 スペル・エストレージャ91というシリーズにて、アカプルコ出身の謎の覆面レスラー、スペル・デルフィンとして一度帰国するも正体は明かさなかった。デルフィンは、しばらくして、リンピオからルードに転向し、シリーズ後に再度メキシコに遠征する。1992年、スペル・エストレージャ92というシリーズにて再度帰国。桃太郎のマスクをかぶり、モンキーマジック。 脇田のリングネームで試合に登場したが、三本勝負での二本目で、スペルデルフィンのマスクの上に被っていた、桃太郎のマスクを脱ぎ捨て、以降は、スペルデルフィンとして活動することを表明した。ユニバーサルにて、ブラックマンを、マスカラコントラマスカラで破ったり、セレスティアルを破り UWF ウェルター級王座に、着くなどして活躍するが、経営難によるギャラの不払いに橋を発し、 1993年、ザグレートサスケの道のくプロレス旗揚げに参加。ルード軍、デルフィン軍団を率いて、サスケのライバルとして一時代を築いた。1994年、新日本プロレス主催の第1回、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでは、優勝決定戦まで進出。この試合では、半分が、重心サンダー・ライガーのコスチュームで登場する。この頃、 前述した、飛行期限ゆえ、大阪の自宅から新幹線で岩手まで通っていた。1995年、ディック・統合が率いるルード軍、平成会員隊と抗争状態になるが、この頃から試合での不甲斐なさが目立ち、他のデルフィン軍団が奮闘する中、デルフィンが一人ダウンしていることも多くなった。マスクも破られたり、剥ぎ取られて、素顔を晒して、制裁を受けることも、 たびたびだった。見かめたサスケが率いる、正規軍とも共闘するが状況は変わらなかった。1997年6月22日、頂上決戦となった福島県南江町での大会における、デルフィン対ディック統合戦において、デルフィンが統合の猛攻で、戦意喪失、俺の股をくぐれば許してやる。 と、統合のマイクアピールを受けて、言われるがまま四つんばいで股をくぐる。統合のアピールはかつて覆面ハギマッチや、髪切りマッチなどで連敗した高く厚い壁であった。デルフィンのあまりの不甲斐なさに郷を煮やして、そこまで言われれば発奮するだろうと思ってのことだったが、本当にくぐったことで、開園隊メンバーは、激怒、逆にそれまで、以上の制裁を受け、 マスクを破られコスチュームを切り裂かれ着色スプレーで背中にバカと書かれるという事件が発生。怒った観客は暴動を起こし、デルフィンはシリーズ途中で失踪してしまう。その後、試合会場に素顔にサングラス姿のデルフィンが現れ、試合後のサスケが劇を飛ばし、デルフィンは復帰を宣言。デルフィンは新たに 大阪臨海アッパーなる技を習得して復活。肉体改造にも成功し、復帰戦となった10月10日の両国国技館大会の6人タッグでは上半身裸のコスチュームで以前との筋肉の違いを見せつけ、観客からは簡単の声も上がった。試合の最後で、東郷に大阪臨海アッパーを決めて、個雪辱を果たした。海援隊デラックスが、 WWF 参加のため離脱。デルフィンは、今後の団体運営に対する考え方で、サスケと対立するようになる。1999年、薬師寺正人、星川直弘瀬野優、練習生の木川隼人、レフェリー松井幸則らと共に道の区プロレスを退団。大阪プロレスを旗揚げする。以降サスケとは、絶縁状態が続いた。2003年、 サスケが議員になったことにより、道の区プロレス社長となった、荒崎人生のブッキングによって、道の区10周年記念大会にて、サスケ VS デルフィン戦が実現し、デルフィンが勝利する。また、この頃に大阪プロレスの事務局長も務めていた、元タレントの妻と二度目の離婚。エベスさんの紹介で、2003年12月24日、 タレントの早坂義恵との再婚を果たした。大阪プロレス名物6人タッグでは、エベスさんから、誰が、嫁さん紹介したんや。と、しばしネタにされ観客の笑いを誘い、会場は、微笑ましい空気に包まれた。大阪プロレスでは2006年2月26日、ギミック上の弟である、スーパードルフィンを、デルフィンスペシャル0号で破り、大阪プロレス王者となった。 4月16日松下 IMP ホールでは、荒崎人生と初のシングルマッチを行い勝利。5月21日、大阪プロレス IMP ホールにて、南野武と大阪プロレスオージャー東北ジュニアヘビー級ダブルタイトルマッチを行い、ジャーマンスープレックスホールドで勝利し2冠王になる。6月10日には、7年半ぶりに道の区プロレスへ参戦し、 気仙沼二マジローに勝利して初防衛に成功した。8月26日にビリーケンキッドに敗れ、大阪プロレス王座を失う。10月8日にはザ、ザグレート、サスケとの防衛戦で、ジャーマンスープレックスで敗れ、東北ジュニアヘビー級王座も失った。2007年2月5日、浪人中の中村範博が、堺浜野球場で行った架空キャンプに、玉拾いなどの手伝いで参加。 2006年、妻の故郷でもある、沖縄県産業新高校社、沖縄ベンチャービジネスサポート事業に応募。2007年5月、沖縄プロレスが、2007年度、沖縄ベンチャービジネスサポート事業に採択される。沖縄プロレスの経営に専念することを決意し、2007年8月、大阪プロレスを売却。私生活では、同年12月5日にジョジが誕生している。 2008年2月、大阪プロレスの取締役社長を解任される。同年5月に沖縄プロレス株式会社を設立し、7月に旗揚げ工業を開催。2008年9月を最後に大阪プロレスの工業には参戦していない。道の区プロレス15周年のスタルジックツアーシリーズ参戦。2012年。 事業契約満了に伴い、沖縄プロレスの拠点であるデルフィンアリーナ、国際通りを8月25日をもって閉鎖。団体の拠点を本土へ移して、出身地である大阪府泉市の市議会選挙への出馬を発表。9月9日投開票の市議選で3552票を獲得し、初当選を果たす。覆面を被っている方が注目され、市の知名度が上がる。 議場でも覆面を着用する意向を示し、議会でも着用が認められた。2015年7月22日、記者会見を行って、大阪府堺市を拠点とする、プロレス団体、海鮮プロレスを設立することを、発表8月1日と2日、堺中央卸売市場触れ合い広場特設リングで、旗揚げ試合を開催。 2016年9月11日の泉市議選では2661票を獲得して再選。2020年9月11日朝、泉市議選参戦に向けて JR 泉府中駅前で立候補活動をしていた際に偶然逃走する盗撮犯と遭遇。詩人逮捕を行い警察へ引き渡した。 9月13日の泉市議選で2633票を獲得して参戦。2021年4月から YouTube 専門のプロレス団体を設立することを同年2月17日に発表。同年9月には団体名称を2.5次元女子プロレスとすること、当面は女子プロレス団体として運営することを明らかにした。他 新人選手のオーディションを開き、ナミニコポッポラ9名の合格を発表。さらに運営スタッフとして、渡辺博史薫を迎え入れ、2022年4月の旗揚げを目標とする。ルッチャリブレオベースに過去にはルードらしく競技、急所攻撃、マスク萩などのラフ殺法も交えていたが、ベビーフェイスの扱いを受けることが多くなってからは、ほとんど見せなくなった。 一貫して、マイクパフォーマンスの達者ぶりや、女好き、商売上手、コミカルな一面を持つキャラクターは変わっていない。また、デルフィンは技に関しては、アイデアマンであり、多くのオリジナル技を考案している。タッグマッチでのコミカルな定番ムーブの発案も多い。プロレスラーにはジャンルを問わず趣味人が少なくないが、その中でも、特に幅広い趣味を持つ人物として知られる。 泳ぎが不得意。モンキーマジック秋田を名乗っていた頃、ビート、たけしのお笑いウルトラクイズに出演した際に海に転落。全く泳ぐことができず、その様子を見た司会者から、モンキーマジックさんは泳げないので早く、助けてあげてくださいと声が上がるほどだった。ありがとうございます。